本田正重は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。本田正信の次男。子に、江本藩、第二代藩主、本田ダ清水など。天正八年、徳川家の家臣、本田正信の次男として生まれる。天正十九年、徳川家の家臣、倉橋長江門の養子となる。しかし、慶長二年に、 徳川秀忠の奪オーバー局の息子、河村総八を、諍いの末、切り殺して出奔した。この一件では、宝優、出奔後は、大谷義継の家臣となり、その後、浮田秀家の家臣となって二万国を与えられまさき、左兵と称した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、浮田軍の一翼を担って、西軍側として奮戦したが、西軍が敗れたために逃走。 大見方たえ陰した。西軍方ではあったが、進化の立場でもあり、正信の子であったためともされるが、ともあれ罪には問われなかった。その後、福島生息に仕えたがすぐに自去し、次に、前田利長に三万国で飯抱えられた。しかし、慶長八年、九州、秀家が家康に引き渡されたことを知ると、浮っきたけ石の前田家を離れた。この頃、父、 正信への接近を図っていた、上杉ス勝の重臣、直江兼カは、慶長9年うるう8月正サを、婿養子に迎え、兼ネの娘、オ松をめとり、継承の返期を受け直江山と守る義と称した。兼ネは勝吉に、幕府権力と結びついて、上杉家を取り仕切る役割、実施の平八景明には、江戸における、 大爆不交渉の役割を期待し、直い体制の維持、強化を図ろうとしていた。慶長10年8月17日に、お松が病死したが、金継具の懇願により、養子縁組は継続され、慶長14年に金継具は弟、大国實よりの娘、アトラを養女にして嫁がせた。慶長14年5月末から7月初旬までの間に、本田康志坊主正重と名乗る。 慶長十六年に、上杉家の下から、慶長十七年に、東道高虎の鳥なしで、前田家に帰参して三万国を廃領し、家老としてまだ年若い前田としねの補佐に当たった。妻の後らは、加賀にいる正重のもとへ向かったが、この時に、本城長房、相川秀沙だ、志田、吉種、笹井重則ら多くの者が、上杉家の円満なる、了解のもとに、 これに従って、正しに仕えた。加賀本田家中の半数以上を、旧神杉、直江家臣出身者が占めるのはこのためであり、これには、上杉家の人材、六高減らしの可能性を想定することができる。その後は、加賀藩によく使え、慶長18年、前田家が江戸幕府から越中国の返上を迫られるとこれを撤回させ、 その功により二万国を数増され五万国となった。加賀藩が幕府に反逆の疑いをかけられた際には、江戸に赴いて、懸命に釈明することで懲罰を回避し、この功績を称されて、さらに二万国を数増された。慶長十九年冬からの大阪の陣にも従軍したが、真田信繁に、真田丸に誘い込まれた末に敗れ、信繁に名をなさしめた。この敗戦の後に、 兄、本田正澄の命を受け、真田信忠と連携して、信重長略に当たるが成功しなかった。慶長20年うるう6月3日、15位した暗望神に助任された。寛永4年4月20日、着難の正次が18歳で死去し、6月10日には、性質の後らも死去した。同年、西の党院自治家の娘と再婚する。その後、前田光隆。 前立名乗りに至るまで過ろうとして、補佐に当たった。商法4年3月、山を理由に隠居してタイムと合し、伊豆の正長に家督を譲り、同年6月3日に死去した。去年68。時世の句は、人立つと打ち作る下に何もなし思えば思う夢もまた、夢。父や兄は知略に優れた人物であったが、正重は豪胆で、武勇に優れていたため、 出本を重ねても諸大名から招かれたとされている。本田正茂、直江氏関連系図長男の正治の子、樋口智政は、叔父の正長に仕え、その子定聖は、加賀藩馬回り役、青路家に、養子入りした。定聖の子の青字礼美希は、室休、次男、聖水は、叔父の下津家への元藩主、本田忠順に、養子入りしたが創生し、 清水の子もまた溶接したため、清水の弟の正友が、直参旗本に取り立てられ、本田大隅守家の加名を継いだ。また、他の息子に、戸け次女との間に生まれたという戸田佐勝がいる。小説、ありがとうございます。